こんにちは。ご質問ありがとうございます。回答をね、動画でさせていただきます。まずは FX の回答からなんですけども、前提としてはね、今みたいな状況だと、ファンダメンタルが強くってですね、いわゆる国の意思とか、人の考えっていうのがね、すごく反映されちゃうんで、ちょっとね、ここではね、テクニカルっていうのが活かしにくいなと思います。私はテクニカルでトレードをしてますんで、テクニカルがあんまり機能しない期間は、じっと耐えてるしかないかなと思ってます。今はね、毎日材料があるような感じなんで、普段からほら第1週目の金曜日の22時前後っていうのは材料が入るから、ポジション抜いてるんですよね。それの連続だと思って、ちょっとここはめったにあることじゃないですからね、今回みたいなの。ここはちょっと見てるだけにしましょう。はい、で、前提が以上で、移動平均線の話ですよね。私の移動平均線は5日8日13日というね、すごく変則的なものになっております。これは私がね FX を教わった時に、1時間でやるならこのぐらい極端な移動平均線が見やすいんだよっていうふうに聞いたんですね。それ以来私は移動平均線を変えていません。ただ多くの方は20日とか50日とか100日もしくは200日ですか、こういった指標を用いてますので、私の移動平均線のね使い方だとちょっと齟齬が生まれると思いますので、普段移動平均線のことはほとんど触れてないと思います。もっと言えばね、移動平均線に頼ってポジションを持ったり利確したりするってことは私はほとんどないんですよね。テクニカルは4つの手法を用いてますけども、ゾーンとかね、坂田五法とかエリオット波動とか、あとフォーメーション分析ですか、この4つを用いてますんで、一応移動平均線は使わずにできるんではないかなと思ってますね。はい、で2つ目、それを使う理由または生かし方なんですけども、今お話した通りで、実はね5日8日13日っていう形はあまりおすすめできないです。私はうまくはまったんですけども、ほとんどの場合は例えば1週間を5日としてですね、で1ヶ月を20日として、でもう1個長期目線が100日もしくは200日ってするのがいいんじゃないですかね。ここはやっぱり常識に合わせた方がいいと思います。ですんでね、移動平均線の活かし方についてはまだ全然私の相場解説はお話したことがありませんので、使わずに勝てるよっていうこと、これを私はこれからもお伝えしていこうかと思います。実際私もほとんど使ってません。はい、で FX の回答は以上なんですけども、追伸でありますよね、インターナショナルスクールのことですけども、結局ね、その英語教育っていうのは中学の頃からみんなと一緒に始めたんでは全然ダメだなと思いました。全然ね、利回りが合わないっていうか、私の経験からなんですけども、中学高校と英語をやって大学でもやりました。で、お茶の間留学ノバも行きました。英検の試験対策もしました。しかしですね、圧倒的にヒアリングができないこととスピーチができないこと、だから受験英語は得意なんですけども、聞く話すがね未だにダメなんですよ。そのまんま50になろうとしてますんで、これはですね、聞くとか話すっていうのは英語の先生から教わったんじゃダメだなと思います。やっぱりネイティブな方から英語漬けの暮らしを生活の一部に取り組めるようにした方がいいんだろうなと思いました。でですね、結局幼い頃からやった方が安上がりだなと思ったんですよ。私こう考えてるんですよね。キンダーガーデンの頃からやってると、だいたい5歳とか6歳とか小学校に上がるまでには多分ね、日常会話は英語はマスターすると思うんですよ。そうなるとですよ、中学の頃から始めて20代30代になってもまだ英語の聞き取りもスピーチもできない、いや読み書きもできないみたいなね、ほとんどの日本人がそうなってると思いますけども、そんなことよりも英語教育は5歳で終わりにした方が絶対パフォーマンスいいなと思いまして、自分の経験と社会的な結果を見るにね、人生の中盤から後半に英語教育のコストをかけるよりも最初に集中的にかけた方がいいんじゃないかなと思って、今回ね、挑戦してるとこですけども、でももしかしたら中国語の方がこれからの時代に向いてるかもしれないですね。ということでございます。もしね今後このような形でもいろいろと関わりを持てるようでしたら嬉しいですね。民泊の仕事と FX と英語。なるほどね。なかなかいいモデルになるんじゃないかなと思ってます。それではね、詳細は文書の方で、ちょっと一般公開動画ですので、プライバシーに配慮して動画の方では以上にさせていただきます。いってらっしゃい。